You're listening to Shibuya Cross FM. アンジュレイブの天使の黄昏。1月15日金曜日、時刻は18時を回りました。皆さんこんばんは、アンジュレイブです。この番組は私たちアンジュレイブが金曜日の黄昏時を盛り上げるガールズトーク満載のラジオ番組です。2021年最初の放送も盛り上がっていきましょう。イエーイ、お願いします。はい、ということでまずはメンバーの自己紹介からいきましょう。はい、リカマルこと佐々木リカです。はい、アリエルこと吉橋アリサです。はい、姫たんこと原姫子です。こちら渋谷シダックス1階のサテライトスタジオより50分間の生放送でお届けします。なお新型コロナウイルス感染症の拡大防止のためソーシャルディスタンスを保つよう配慮して本日は3人でお届けします。スタジオの様子は渋谷クロス FM のホームページから動画で生配信されています。パソコンやスマホからもぜひお楽しみください。そしてもちろん地上波のラジオでも聞くことができます。周波数 88.5MHz に合わせてお楽しみください。番組ではふつおたやメンバーへの質問を大募集。さらに新年最初の放送ということで番組後半ではリスナーの皆さんから今年の抱負を大募集しています。2021年の目標ややってみたいことなどをメールに書いて送ってください。すべてのメールの宛先は info@shibuyacrossfm.jp info@shibuyacrossfm.jp。 クロスの綴りは S を2つ重ねてください。それではここでアンジュレーブの曲をお聴きください。アンジュレーブで黄昏泣いて。天使の黄昏って言おうとしました。そんな曲だよ。アンジュレーブで天使の黄昏。申し訳ない。今さ自分が間違えたかと思ってびっくりした。天使の黄昏言いすぎてさ間違えたね。新曲天使の黄昏。じゃあちょっと切り替えて。アンジュレーブで黄昏泣いて。待って、この流れは次私が間違えてる。ね、やめてもらっていいですか。ちょっと先に今さ、いい、すごい落ち。すごい。くだり、この後みんなで天使が黄昏てるやつだ。もう曲名変えるか。そうそう、ごめん、ほんとごめん、間違えた。曲が一生始まらない。そう、ダメだ、正直いきます。アンズレーブで黄昏泣いて君を思う。黄昏泣いて思い募って何度目かの雪に変わる。ごまかさないで君の口が好きで聞かせてあなたがあなたが黄昏焦がれしげ冬が香る半端な季節。おしゃれ好きでも服が決まらない。私たちみたいに2つに1つ願って君
生放送でお送りしているアンジュレーブの天使な黄昏、お届けした曲はアンジュレーブで黄昏抱いて君を思うでした。さてここからは私たちの近況についておしゃべりしましょう。はい、ということで、はい、年末年始の振り返りなんですけど、はい、まあ、年が明けてっていうことですけど、はい、なんか、はい、個人的に年末年始どういう感じで2人は過ごしましたか？年末年始ですか、うん、なんかアンジュレはもう何年も毎年その事務所のカウントダウンライブをやってるじゃないですか。だから年越しは基本ファンの人とみたいなのが多かったから、今年すごい久しぶりに家で過ごして、確かに夜ね、嬉しいなって思った。いい正月だなと思って。お正月っぽかったよね。確かにまったりできた。年末年始って感じの。そうそう、うん。みんなと過ごすのも楽しいんだけど、うん、なんかその私ちょっと愚痴も言ってもいい？いいよ。はい、なんか年始がなんか電車動くから、うん、あのやるみたいな感じじゃん。あ、でも、うん、電車動いてるって言いながら1時間に2本ぐらいしかないの。大変だよね、みんな。めっちゃ寒いのにホームでずっと待ってるわけ。もうそれが辛すぎて、みんなと の, あのカウントダウンを楽しいんだけど、その後の電車の乗り換えとかがもう辛くって、うんうんうん、もう今日、今年はゆっくりなんか家でなんかできるんだなって思ったら、うん、それが嬉しかった。確かに早く終わったもん ね, ね、そうそうそう、朝早かった。感じるが、ね、早い時間だったから、うん、そうなんですよ ね, 昼昼には終わったもんね、うん、昼、そう、昼だったから、うん、昼、そうだね。え、テレビって何見る派ですか？その年末ガキツカ。あ、ガキツカ？ガキツカ見た。ガキツカ見た。ガキツカ、うん、そうそうそう、私もガキツカなんか毎年見てたから。でも去年がそのもうさ、アンジュレになって、うん、なんか見れなかったから。そうだね、そう、まあ、途中から見てたから、うん、分かる分かる。そう、今年は見れると思って、うん、そう、夕方からなんかガキツカっていつもちゃんと、うん、見逃し配信で一応見るの、うん、でもやっぱリアルタイムで見るのと、うん、後から見るのって全然違うから、うん、わかるわかる。そう、今年はもう最初から最後までリアルタイムで見て楽しかった、うんうん、ね。あーは、あーは帰って、そば買って帰って、うん、あの年越しそばした一人で。あなんかあれ載せてたの、あれ載せてたの。そうそうそう、載せたインスタのストーリーに。みおも年越しそば食べた。食べた、ね、食べるよね、食べる。紅白見てたかな。ああ、紅白派ね、うん、紅白派。紅白見てました。でもなんかガキ使ってなんかカウントダウンしてくれないじゃん。あ、勝手に年越してんだ。あ、確かに確かに、気づいたらね。そうなんだよ。だからその時だけチャンネル変える。ああ、カウントダウンをしてる番組に変える。あ、えらい。そうなんだ。そうそうそう、確かにしない。もう気づいたら、うん、もう全然カウントダウンとかしてくれないから、うん、そう、カウントダウンの時だけチャンネル変える。なんかそう、姫もいつも忘れてて、うん、なんか今年もなんかママと一緒にこたつで見てたんだけど、ママは隣で爆睡してそのまま年を越して、姫も気づいたら5分ぐらいになっててやばいやばいと思って、とりあえずツイートするみたいな。そうね、ツイートはもう遅くなっちゃった。そうそうそう、気づいたら年越してて、ね、確かに、ね。でもなんかあんまり年越しした感じなかったよね、今年。なんか毎年12月めっちゃ忙しいんですよ、アンズレ。確かに。まあ、てかもう世の中がかな。そうだね、年末だからみんなもね。でも今年なんかさ、うん、12月に休みってほぼゼロじゃん、うん、なんで休みがさ普通にあったりとかしたじゃん、今月。そう、確かに。なんかそんな12月初めてで、ね、いつもなんかもう超疲れて、うわ年越ししたわみたいな感じだったけど、なんか全体的にゆったりしてたから、なんかあんま年越しって感じじゃなかったかも。ね、なんか本当2020年はあっという間だったね。そうだね、うん、ね、うん、気づいたら終わったね。気づいたら終わっちゃったね。あっさりね、あっさりだったね、終わってしまった ね。そうだ ね、確かに。明け埋めライン届いてなくね、メンバーに送り合わないよね。待って、送り合わなかったかも、うん、なかった。え、ヨアちゃんから今年来なかったね。え、ヨアちゃん明け埋めライン来なくない？誕生日だけだよ。え、明け埋めは来ないんだっけ？だって明け埋めいつも一緒にいるじゃん。あ、そうだ、だからだ。あ、そっかそっか、そうだそうだそうだ、そうそうそう、だからだ。誕生日は絶対に来るよね。ゼロ、ゼロ、ゼロ分に来るよね。ゼロ分に来る。ボイスで届いてるよね。嘘でしょ。あの、だいたいね、なんかゆあちゃんって超長文でくれるのに、私この前の誕生日の時だけちょっと短かったの。あ、あ、なんかこれはって思う。ゆあ聞いてるからね。あ、そうだよ。これはゆあどういうことですか。それでもそんな超短文ではないんだけど、いつもが長文だから毎年。今年、お、ゆあちゃんにしては短いなって思いながら。
でもさ、LINE、おめでとう LINE くれるのってさ、ゆあちゃんだけじゃない？メンバーの。確かに、LINE はしないかも。嬉しいよね。ね、会って、次の人が会っちゃうじゃん、普通に。会ったりとか、そう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 。Twitter とか、ね。でも逆にさ、なんかもう卒業したメンバーとかは、うん、誕生日の時 LINE とか送るから、卒業したら、LINE 送るね。LINE 送るね。待ってます。誕生日の LINE 送るね。できる。はい、ということでプライベートはね、うん、多分そんな感じだと思うんですけど、はい、そうだね、まあ、あとはライブ、はい、もうまあ年末ね、うん、その年末はカウントダウンだったりとか、うん、はい、ありますね。で、年始はあのいつもね、はい、アットジャムのニューイヤープレミアムパーティーがありますけど、うんうん、NPP が、で今年もね、3日からそれがありましたけど、うん、はいはいはい、どうでしたライブは。でもなんか毎年さ、出させていただいてて、うん、NPP あると、お新年明けたんだなみたいな気分になるよね。そうだね。でもなんか今年はその、あ、去年か、去年はそのフェス系、例えば TIFF とか、うん、アットジャムエキスポとかが全部無観客でやってた中で、ね、なんか NPP がまあ咀嚼しつつも、うん、ファンの人が入る状態でやれたのはすごいなんか良かったってか嬉しかったなって、うん、ね、嬉しかった。なんかちょっとできないかと思った、私、ね、私もなんか配信になっちゃうかなってちょっと、ね、そう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 、ね、思ってたから。でも絶対大変だったろうなって思いながら、うん、大変だったよね。ね、絶対ね、いろいろ大変だったと思うけど、その中でもできたのはね、ね、なんか一年の始まりって感じしたよね。確かに。しかもさ、なんかその大手の並びがさ、なんかラブドルさんとさ、うちらも近かったじゃん。あ、そうだね、うちらの後だったと思うね。だからなんかすごい AJ のなんかファンの人がさ、ね、いっぱいで、なんかホーム感あって、ねね、確かに楽しかった、すごい、いいね、盛り上がってくれてね、うん、そうだね、うん、あとはなんか、まあ、単独ライブとかもね、うん、ちょっと無観客配信になったりとか、そうだね、この間ね、そう、AJ のライブも無観客になっちゃったけど、うんうんうん、でもなんか私去年その配信のライブがすごい多くなったじゃないですか、うん、でなんか結構そのみんなのさ配信、うん、ライブ終わった後ライブ配信見て、うん、なんかみんなのなんか映像、うん、その踊ってるとこって普段見れないから、うん、なんかそういうの見てすごい勉強になった。めっちゃ勉強になるよね。そう、なんか去年めちゃめちゃ勉強になって、うん、でなんかそれで結構自分はこういうの真似してみようかなとか思って、うん、そうなんかやるようになって、うん、でそれで結構ファンの人にも変わったねとか、うん、良くなったねみんなみたいな言われてたから、うんうん、そなんか逆に良かったのかなっていう。あ、そういうところね、うん、確かにね。でもアンジェルカメラ見る率高いよね。確かに、めっちゃ見るよね、みんな。うまいよね、すごい、みんなすごいアピールする。そうそうそう、なんか普段さカメラがあることが今まで少なかったじゃん、うん、だからなんかカメラを意識したりとかしたことがなくて、うん、例えばあの前に、うん、あのバズリズムの収録の時とかに、うん、カメラを見るっていうのとかが難しくって、やった時そうだから、なんかうちらはもうライブ派だったから、なんかライブでそのお客さんを見たりとか、うんうん、そういうパフォーマンスを主にやってきたから、うんうん、なんかここに来てなんていうの、配信メインになって、うん、なんかこう、もうなんていうの、配信となんか使い分けられるっていうか、見せ方がね、逆になんかファンの人が入ってるライブの時は結構配信無視じゃないけど、うん、そこまでなんか、うん、あの意識せずって感じ で、うん、で配信の時はがっつり配信意識みたいな、うん、なんかさこの間、うん、カルチャーズの公演がちょっと無観客の配信になったんですけど、うん、その時のリハーサルでなんかカメラってあの赤いランプ光ってるところを見ればいいんですよね、うん、みたいなことを言ったじゃん、うん、で前にバズリズムさんに出た時に、うん、なんかその赤いランプが光ってるところが抜かれてるのでそこ見てくださいって教えてもらったじゃん、うん、でその時めっちゃ難しかったじゃん、で見ちゃダメだよっていうところでさ、ゆあちゃんが見ちゃったりしたじゃん。であんななんかうぶな私たちだったのに、今自分たちから赤いランプつきますかって言っちゃって、なんかやだなって。でなんかさ、推しコメラのカメラどれですか今日の推しカメどれですか、それですね、すごい嫌だ。確かにそうだね、隣ちゃってやばい、ね、赤いランプ難しいみたいな感じだったじゃん。確かに、え、今ついてます、これがついてます、あーって、今じゃね、あー、オッケーですね。なんかなんならさ、なんかライブ終わった後にさ、もうちょっとあそこ映しといてほしかったんだよ、ね、なんか文句言うぐら
いな感じになってた。私あの愛しラブの大好きなので抜かれてない率結構高いよね。高いんだから本当に。そうそう、あそこもちょっとね、あの抜いてほしいなって思う、ね、あんなに分かりやすいのにね、もう後ろ向いて待機してるのにさ、いつも私抜かれてない、うん、でもさ基本私も気づいたんだけど、うん、後ろ向いてたりマイク持ってない人って抜かないようにしてるよね、うん、あ、じゃあさ、もうさ手振ってさ、次ここ次次ここ次配信の時かだからそれに私最近気づいて、ちょっとあの配信ある時はあの前向くタイミングちょっと早めにして、あ、まあ、ちょっとアピールしますよみたいな、呼んでさ言うよみたいな、行く行く行く、ここここ必死アピールアピールアピールしようかなじゃあそう、まあでも ね確かになんかあのいきなり配信ね、うん、やってくれたりとかすることも多いから、うんうん、そうだ ね、 確かに難しいよね、自分でアピールしていくわアピールしていくわ、アピールしていきましょう、アピールしていきましょう頑張るわ抜くはい、ということで、はいはいはい、まあ、私とアリエちゃんの話になっちゃうんですけど、あの千葉テレビの、うん、トピックメーカー、うん、ドラマファンクションにちょっと出演させてもらってたんですけど、はい、その DVD もね、はい、なんとちょっと今回発売したので、あ、持ってる、持ってきてくれてる、ありがとうございます、方もいるんですけど、はい、まあ、そちらもぜひぜひ、なんか見れなかったって人も結構いたので、なんか千葉テレ映んなくてとか、そうですね、そういう人も ね、ぜひゲットしてくれたら嬉しいのでお願いしますお願いしますぜひともぜひとも、ちょっと出てるんでちょっと出てるんで、ちょっとで、ちょっとで、しゃべってる、女優デビュー、地味に女優デビュー、なんかゆあちゃんが私のセリフを全部覚えて真似して言ってくるのすごい恥ずかしいすごいね、ゆあちゃんのとこテレビ映ったんだ、むしろみんな、なんか私たちなんか資料で先に映像があって、それを一緒に見てたらゆあちゃんが覚えちゃって、なんか面白いセリフを真似して言ってくる言ってる言ってる、めっちゃ面白いめっちゃ面白いおもろいでござる、はい、ね、ぜひお願いします、はいはいはい、ということでメールとかなんか届いてますか、ちょっとその流れで言っていいですかあ、うん、どうぞ、ぜひぜひ、何かちょっとその流れで私一個読みたいメールがあって、あ、何メールをちょっと読ませていただきますね、はい、お願いします、ラジオネームユアモンあれアンジュレムの皆さんこんばんは、最近毎日寒いですがいかがお過ごしですか、本日は1月15日いい子の日かっこ今決めたということでアンジュレメンバーのいい子だなと思うところを言って褒め合ってください、アンジュレイブさんの素敵な関係性が大好きです、これからも応援しています、本物だよ本物だよ、本物だよびっくりしたんだけどなんで本物、暇ですか今、珍しくゆあちゃんがラジオお休みなんですよ、そうだね、ゆあちゃん去年皆勤賞だっけ、ね ね皆勤賞って言ってた、皆勤賞で、うん、一時期その自粛期間、姫子とかが遠いから来れなかった時期も全部出てたから、ね、出てくれて、なんか出過ぎだから休んでいいよみたいな言ったら、うん、いや私今年は皆勤賞がいいから出させてみたいな、すごいよねラジオの番人じゃん本当に、だから番人なのでちょっとメールもくださいました、ちゃんと見てくれて今日いい子の日って勝手に決めたらしいけど、いい子の日なのいい子の日ね勝手にね、なんだろう、アンズレのいいところでしょ、いい子だなって思ういい子だなってことを言ってみんなで褒め合ってっていう、なんかアンズレのいいところは、うん、そうだね、なんかいいとこ、うん、他の人のいいところをなんか素直に吸収できて、うん、でなんか間違いをなんかちゃんとなんか指摘できるところ、うんうん、確かにで、うん、ちゃんとなんかなんていうの、なんかなんていうの、その間違いを自分でちゃんと読み込むとか、うん、あ、そっかそっか、ごめんって言えるところかな、うん、確かに意外と難しいと思うんだよね、それって、ごめんねとありがとうはね、ちゃんとね、うん、言うのも意外とね、難しかったですよ、めっちゃ難しいと思う、今までアンズレやってきた中で、うん、今すごい思ってる、うん、すごい思ってる大事、それ大事、大事だよね、うん、そう、だから確かにそこが一番できない、できる、うん、できそうでできないところだから、うん、いいとこかなって思ってる、確かにみんな大人だよね、うん、大人だね、大人だね、うん、確かに、うん、まあ、あとはあれじゃない、ね、アンジュレのこと大好きすぎて、ね、自分たちのこと過信しすぎて、めっちゃ好きだよねいや、びっくりするぐらい好きだよね、やばいよね、だからなんかこのさ、うん、年末のライブでゴンちゃんが言ってたけど、うん、本当に今年は私たちがすごい好きなのを、うん、ファンの人にも同じ気持ちになってもらいたいよね、確かに、もちろんいてくださるのも分かるけど、うん、もうちょっと増やしたい、分かる、うちらばっかアンジュレ好き、うん、なんかさ、悔しいこととかあったらさ、うん、なんかアンジュレってさ、こんなにいいグループなのになんでなんだろうねってさ、ガチャーンってみんなで、ね、話したいみたいな、
だってうちらこんな可愛いじゃんそうそうそう、しかも曲もいいし、グループ仲もいいし、なんなのみたいな、スタイルもいいし、そうそうそう、なんなのこんな高いヒールで踊ってさすぐ自分たちのこと甘やかすよね本当、激ヤマ。なんかあれだよね、でもさ本当になんかレイバーさで結構冷めてるよねそう思うとさ確かにね、なんか、まあ、好きなの伝わるけどさ、うん、なんかなんだろう、一歩置いてるっていうかさ、うん、なんかあんまりこう好きなんですみたいなのを出さないよね。そう、アンジェレ好きなみんなを見るのが好きって人が多くて、どっちかっていうと、確かになんかみんなが楽しそうにアンジェレ大好きで活動してるんだなっていうのを微笑ましく見てくれる方が多いから、確かに確かに、それをなんか、うん、これもめっちゃ好きみたいな気持ちになってもらえるようにしたらいいね。でも私はもうその、うん、確かに普段あんまり感情に出さないタイプのファンの人たちですけど、うん、なんかツアーの時に泣いてるの見て、ねなんかそれはちょっとやっぱ普段好きって気持ちがある、うん、なんかすごいあるんだなってちょっと思った。可愛いよね、可愛かったツアーの時みんなさ、アンジェラのこと好きすぎて泣くのめっちゃ面白かったなんかツアーの感想っていうよりもなんかなんで好きなのなんだろう、メンバー愛で泣いてるうちら好きすぎだろみんな泣いちゃってんの、ね、でもなんかそれでファンの方もなんか泣いてくれてたじゃん、うん、そうだね、そうだね、うん、泣いちゃった確かに、なんかもうみんなダブルで泣いて、うん、なんか私結構こうツアーの時とかも泣かない、うん、泣かないって決めてたんだけど、うん、でファンの人がさこう見えるところで泣いてるわけ、うん、でもそれでもさなんかよし泣かないぞって感じだったのに、うん、メンバーが泣いた瞬間自分も泣くダメやね、もうコウちゃんが泣き出してもう終わったら泣くと思って、そうそうそう、やっぱちょっと泣けちゃうよね、これは終わったわそれは思ったそうだから、うん、なんかリカちゃんも絶対泣かないと思って、そう ねびっくりしたよね、泣いちゃったから、ね、もうこれは泣いてしまうと思って、意外ともうずっといろんな時なんか今までの時もなんかメンバーの卒業とかすぐ泣いちゃうタイプだったんだけど、なんか自分が泣いちゃ なんかいけないみたいな感じで、なんかなるべく泣かないようにしてたけど、やっぱなんか久しぶりにステージ上で泣いたしかもさ、何がいいってさ、その何卒業しちゃう寂し泣きとかさ、なんか悲しいことがあった悲し泣きとかじゃなくてさ、好きすぎじゃないですか、好きすぎて泣いちゃう、あの流れ誰か卒業発表する流れだったよね、完全にない、誰もしないっていうね誰もやめないんかいみたいな。こんちゃんがこの間あのなんかドルエレさんの時に大きいステージに立ってた写真を載せて、うん、アンジェレでも大きいステージに立ちたいって書いてくれたね、モンちゃんあーってなった、ったね、ゼップでやりたいよね、やりたいよね、アンジェレ もちょっと今年は広げましょう ねそうだ ねこの良い良いところは、うん、そうだね、広げたい、みんなも広げてくれない、みんなも一緒にね協力して、協力してぜひお願いします、はい、はい、ということで、はい、以上アンジェレの近況をについてお届けしました。はい、はい、それではここで1曲お聴きください。アンズレーブでエンジェルサイン。私は元気だよ。降り積もる雪を白く白く塗り替えて、時計の針を動かして、
生放送でお送りしているアンジュレイブの天使の黄昏、お届けした曲はアンジュレイブでエンジェルサインでした。続いてはこちらのコーナーに参りましょう。題して2021年にやりたいこと、イエーイ、イエーイ。はい、ということで新年一発目ということで、リスナーの皆さんから2021年の抱負を大募集。皆さんの抱負にアンジュレが共感したりエールを送ったりします。イエーイ。ということで、まずはメンバーそれぞれの、今年の抱負ややりたいことを発表していきましょうということで、はい、うん、リカちゃんは何かありますか？私はですね、去年、去年なんか割と、暇だったじゃないですか。暇だったり、ね、自粛してたからね、自粛期間もあり、でなんか結構去年の頭ぐらいから私、人生で初めて少女漫画にハマったんですよ。あーね、めちゃハマってる。めちゃハマってるよね。でも今暇さえあればゲームにプラスして少女漫画とか、あと普通に、少年漫画とかもちょいちょい読むんですけど、を読んでて、でやりたいことは、少女漫画とかに絡んだ仕事がしたい。少女漫画に絡んだ、なんでもいいんだよね、本当に。なんかもう雑用とかでもいいの、なんかとにかく、なんかそういう仕事がしてみたいって思って。何があるんだ、自分がキャラになるとかじゃなくて。それはちょっと違うかな。制作するってこと？なんか、私がその本を読んで好きっていうのをアピールする記事とか書きたい。なんかさ、あるよね、そういう番組。そうなの、なんかとにかくそういう、なんか自分が声優やりたいとか実写化やりたいとかじゃなくて、そういうのやりたい。なんかよくニュースとかでさ、なんか映画をおすすめするコーナーとか、そういうのの漫画みたいな、とか、その好きな漫画さん、もうすごい好きな漫画があるんだけど、そのなんか書いてる人に自分の絵とか書いてもらってみたいし。アピールしたよ。めっちゃいいじゃん。そう、確かに、会ってみたい。漫画家さんに会ってみたい。たまにさ、その、それ届いて書いてくれてたりしてない？そうなの？
あ、なんか、うん、芸能人の人とか書いてるのはたまに見る、うんね、そのいろんなさあの漫画家さんのがそういうのやりたくて、なんかそういう仕事来ないかなって思ってる、ね、でも言ってれば来るよ、うん、絶対私まず SNS で頑張ってアピールするわ、うん、ね、アピール大事、アピールからスタート、もうなんかプロフィール欄とかにも書いとけばな、もう好きですって、ね、とりあえず固定ツイートとかさ、うんうん、じゃあ分かった頑張ってアピールしよう、ね、そうそうもう好きですって、ねねね、うん、いいじゃんいいね、はい、いいねいいね、アリエちゃんは、リエちゃんは、うん、グループでもいい、うん、いいよ、いいよ、いいよ、なんでも北海道遠征に行きたい、あアンジュラ行ったことなくて、うん、でなんか他のなんかとこは行ったことあるじゃん、うんうんうん、仙台とか福岡とか行ったことあるけど、うんうんうん、そういう遠征する先で、うんうんうん、よくある土地の中だと、うんうん、北海道行ったことなくて、ない、私もラブドルの時に行ったっきり行ってないから、うん、そうだよね、そう行ったことない土地を行きたい、メンバーでね、わかる、ね、行きたい、アンジュレって結構圧倒的に遠征数少ないと思う、うん、今まで本当に、うんうん、多分 AJ のグループの中でも割と少ない方で、うん、ね、だから行きたい、海外遠征も1回しか行ってないし ね、 行ったことないから、うん、そうだね、今行ったことない ね、 行きたい ね、 ね、 ね、北海道行きたいです、ね、結構北海道でアイドルさんの大型の対バンとかも割とやってる、うんうんうん、そうだね、確かにあるけど、やっぱりあのネージュちゃんとかがいるから、事務所は確かに雪がコンセプトで北海道出身の子も優先だよね、なんかアンジュレちょいそういう時にいつも外されがちで、うん、ないからね、なんかそうみんななんかこっちの方に住んでたり、そうそう、海外遠征とかもすごいアピールしてるけど、うん、アンジュレはちょっと今回コンセプトに合わないから合わなすぎな、合わないからネージュがフランス、フランス、フランス、あ、そうじゃん、フランス、そう、なんかとにかく行きたいよね、遠征とか、ね、行きたいですね、本当に、ね、だからなんかその、うん、まあね、行ける状況になるかわかんないけど、うんうんうん、そういう、そうね、北海道とかも行きたいし、何より三原ちゃんがいるのでね、あ、そっちだ、そうだそっちだけ、絶対そっちがいいんですよ、北海道でそのなんかカフェとかもやってるらしいから ね、 ね、 あね、そう、なんか行ってみたいなって思うし、うん、そうだ ね、 ね、確かになんか行ったらさ、なんか北海道ちゃんたちのおすすめのお店とか行き、うん、行きたい、ね、ね、ね、ご飯とか、確かに、ね、行きたい、一緒にご飯とか、一緒になんかさ、ライブしてさ、ね、コラボしたい、ね、ね、しかも、うん、あっちはさ、あのアンジェレの曲結構カバーしてくれてるじゃん、確かにね、だからすぐできそう、うん、そうだね、だからそういうこともできたらいいなって思って、うん、確かに、なんか次の目標じゃあ、ね、とりあえずあの、うん、AJ 北海道のマネージャーさんにめっちゃアピールして、うん、ね、アピールして会うたびにアピールしすぎてこの間私のためになんかもう白い恋人一箱くれめっちゃめっちゃあげる、もう本当に会うたびにもうアンジュレも呼んでください、もう呼んでどうぞってお願いしてお願いしてもうぜひぜひいつでも来てください、待ってますっていつも言ってくれる、北海道大好きっていうのアピールしたから、ね、北海道大好きアピールして、ね、でも今マイナス20度ぐらいあるらしい、うわちょっと冬は今冬はやだな、夏、うん、夏とかがいいかな、分かった、そう、夏過ぎとか、ね、そうだね、寒くなる前に、そうだね、行こっか、じゃあ行きます、もうなんなら行けなかったらもうさ GoTo 使って個人的に行ったり行こメンバーで行こっか、GoTo ね、確かに確かに、なんか行ったことない土地もアンジュレで行けたらいいな、行きたいね、そうですね、そうしましょう、姫は私、え、私は、あ、なんかそうだね、なんか YouTube を最近なんかゲーム実況をやってたりしてるんだけど、うん、なんかメンバーとゲームがしたいの、はいはいはい、桃鉄やりたい、桃鉄やろう、桃鉄マジで年末桃鉄寝不足で私ずっと、なんかやってみたら流行ってるんでしょ、え、楽しいよ、え、桃鉄ってさ通信でできるやつなの、そうみんなで、でも通信でもできるけどみんなで一緒にやった方が楽しいと思う、うん、同じ場所にいて、あ、あ、そうなんだ、そういうことか、コントローラー2つ持ってうち来てくれたらできる、あ、なんかさ通話しながら やったりするでしょ、あ、そう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 、そういうのやりたい、ね、家でね、それぞれね、あと何が楽しいの、桃鉄、あとはまあ定番にマリカーとかはする、あー、あ、マリカー、え、やりたい、マリカーとかは楽しい、マリカー弱いんだもん、私と社長じゃ社長は弱い、社長は知らんけどまあ社長弱いね、なんで前アンジュレと社長でマリカーやった時私と社長の再会争いなんで亀投げ合った人に私強いから、ね、マリカー強そう、本当に弱いから、そう、やりたい、みんなでできる系だったらそういうのとか、うん、あとマリパ、うん、マリオ、あとか楽しい、やりたいやりたいやりたい、そう、うん、どうしてもやりたい今、それを今この YouTube にさ、そう、でもなんかゲーム興味ないじゃんみんな、結構リカちゃんぐらいじゃない、いや、あるある、リカちゃんぐらい、あ、でもゴンちゃんやってるくない、
やってるかな。でも流行りのゲーム全部持ってるイメージ。確かに、でも最初しかやってなくない？なんかすぐ、すぐ飽きる、すぐ飽きるイメージある。すぐ飽きる。そう、うん、だからなんかみんな誘ってもやってくれないかなと思ってさ。私はマジでセンスがないゲームの弱いから。マジで弱い。え、でも桃鉄に関してはセンスとかじゃないよ。うん、だってもう桃鉄はもう勝ち進んでも最後にバーンってなる場合もあれば、バーンだとにバーンってなる場合もある。あ、絶対ラジオでね、わかんない全然。ね、バンバン、ね、え、どういうあれだよね、スゴロクゲームでしょ。まあスゴロクゲームなんだけど、なんか最初に目的地っていうのがバババババって決まるの。例えば北海道とか、うん、ただ最初東京スタートなんだけど、そのスゴロクとかをやってって最初に目的地の北海道に着いた人が勝ちなんだけど、あ、そういうことね。それを何年単位とかでやるの。へえ、むずむずわからん、なんかもう諦めまあやったらわかる。え、でも楽しいよ、ね、本当に。だってね、うん、普通に5時間とか平気で出てる。やばで、1ゲームがだいたい5年単位で1時間半で、長っ。15年やると5時間とかかかるのね。飽きちゃいそう途中で。そうだね、それが飽きないんだって。本当に楽しいんだって。ちょっとぜひやりましょう、みんなやりましょう。もうさっきまでやりたがってたのに、もういいやみたいな。桃鉄疲れちゃったもん。桃鉄疲れちゃったもん。じゃあね、そろそろメールに、はい、みんなのメールある、なんかありますよ。ある、お、じゃこれにします。ちゃんとお答えします。ラジオネームデコピッタンさん、はい、アンジュルの皆さん、こんばんは。こんばんは。自分の今年の抱負は何か新しいことにチャレンジすることです。新年にテレビを見てて、自分の今年の運は絶好調で、新しいことを始めるのがいいとのことだったので、かっこいいことだけ信じるスタイル。アンジュルの皆さんは何か始めたいことがありますか。今年始めたいこと、始めたいこと、始めたいこと、今年ないかなぁ。始めたいこと、そうだ、あ、でも字綺麗になりたいって思ってる、常に。綺麗じゃない、でも今から。綺麗な方だよね、でも。そう、なんかさ、そうだから、ユーキャン、ユーキャン筆ペン講座みたいになろうかなとか思うけど、やるなんか活力がない。あ、まあそうだね、でも綺麗だと思うけど。ほんと、もっと習字初段だよ。おー、初段っていいの？になってやめた。初段っていいの？9より段だっけ、うん、あ、9が取り終わって段まで行ってやめた。あ、そうなの、うん、今習ってたけど、いい忘れちゃった、何段とか。段とかあるだって、もうあるあるある。ちゃんとね、なんか二重丸とかつくんだよね、うん、へー。そうそう、二重丸は2個で、1つだったら1個。でも後から入ってきた子に早々に抜かされたから字下手。強その子。へえ、そういうのあるの。っていうのあったね。なんかやりたいことないかも。新しく始めたいことはない。わかんない、今から見つけていく。あ、そうだね、そのうち、うん、去年もなんかそのね、去年通してさっきの目標を言えたし、あ、まあ、そうやってちょっと ね、これからちょっとずつだね。、うん、ちょっとずつ、ちょっといいこと言ってみた。もう一個くらい、もう一個くらいいっちゃう、うん、じゃあペンネーム一人で何が悪いさん、皆さんこんばんは。こんばんは。今年の目標ですが、去年この番組で答えた抱負は覚えてますでしょうか。去年の抱負は玉ねぎとセロリと納豆を食べれるようになることでした。結論から言うと見事に達成できなかったので、今年も継続で頑張りたいと思います。覚えてますか、皆さんは。ここで去年何を言ったか。え、多分好き嫌い、なんかそんな気がするよね。だよね、あ、もうそんなこと言った気がするね。うん、私は多分 SNS だね、考えるって言って。どうですか皆様。どうですか。なんかね、やっぱ向いてないみたい。リカちゃん去年よりいないよね、 SNS。 SNS ね、もう向いてない。もう分かった、私ね、向いてないことを頑張ろうとするのやめたんだ。だってリカちゃん推しはさ、あれでしょ、メールとかもあの、いつでも届いたら歓喜なんでしょ。なんかね、ありがとうって言われるの。なんかもう申し訳ない気持ちになる。ありがとうで歓喜はやばい。ありがとうって言われて、なんか申し訳ない気持ちあるけど、うん、でもやっぱちょっと向いてない、向いてない、向いてないのか。から、うん、もうやめる。ほど、やめた、やめた方がいい。豊富にしない方がいいよ。豊富にするのやめたらないね。これが私だから。ありのままのリカちゃんを、ね、それも愛してっていう、ね、しかもこの話3年連続くらい多分このクロスエッジで言ってるの。やばい、やばい、最初から言ってると思う。ダメだよそれは。やめようかな、ね、そろそろ。まあね、
私も別に特に好き嫌いは治ってないから増えたくない、むしろ増えたかなっていう感じ、ね、なんか最近もえこれ食べれないんだっけって話した気がするんだよな、なんだろう、忘れちゃった、姫もなんかした気がする、あでもあ最近でもホットドリンクを飲んでるかも、飲んでたこれだ、びっくりした、最近なんか、うん、そうホットドリンク嫌いなんだけど、うん、なんか寒くてでしょ、寒さに手を温めたいっていうので、そうとりあえずホットドリンクでいいやって思って買うんだけど、でもちゃんと冷ましてから飲むってキンキンになってから飲んでる、そうなの、まあ、飲んでるけど暖かい状態でも、でも猫舌だからまず熱いの飲めない、いやいやいや、そんな猫舌になるほどの暑さで売ってないよ、激熱、本当にやば、本当にやだ、まあ、でもちょっと飲んでるかな、うん、だってこの前もさ極寒の中さ冷たいドリンク買ってこうやって戻ってきてさえみたいな、そうだよ冷たいの、びっくりした、不思議だよね、めっちゃ冷え性なのに薄着とかだし、今日も絶対今日も薄着、今日も違うよ厳しい、厳しいよ厳しいよ厳しいですよ、はい、今年は減らしていきます、減らしていきましょう、私たち私たち、ね、反省反省反省頑張ってください、はい、はい、ということで以上、はい、2021年のやりたいことのコーナーでした、はいはい、ここで1曲お聴きください、アンズレーブで Be with you、
生放送でお送りしているアンジュレイブの天使な黄昏、お届けした曲はアンジュレイブで Be With You でした。さて、あっという間のエンディングのお時間ですが、今回の放送はいかがでしたか？いい新年一発目でした ね、そうですね、新年って感じでした、うん、今年もお願いします、ね、今年もね、よろしくお願いします、うん、はい、最後にアンジュレイブから、告知をします。はい、告知をしてくださいします。はい、明日明後日、ライブがあります、はい、そして、2月の7日の日曜日ですね、私の、私原姫子のバースデーライブが東京キネマクラブにて開催されます。2回目の生誕ライブなので、本当に自分のやりたいことを詰め込んだライブになってますので、ぜひバースデーライブの方にも皆さん遊びに来てください。よろしくお願いします。お願いします、はい、そしてさらに次回の番組宛てのメールも募集中です。普通おた質問メールなどどしどし送ってください。メールの宛先は info@shibuyacrossfm.jp info@shibuyacrossfm.jp、 クロスの綴りは S を2つ重ねてください。次回の放送は2月19日金曜日を予定しています。時間は同じく18時、出演メンバーは決まり次第お知らせします。それでは次回もぜひ聞いてください。ここまでのお相手はアンジュレイブでした。バイバーイ。